勝、ドラゴンズ14勝とドラゴンズが勝ち越しました。さて今日の先発ピッチャーは清水達也です。おととし花咲徳栄でこの夏の甲子園で優勝投手になりました。デーゲームですしちょっと思い出すんじゃないですかね、はい、おー三振、先頭打者を取りました。清水ちょっとね投げ方的には変則的な、はいね、ピッチャーではありますし、けどやっぱここを乗り越えてしっかり1年間やることによって、まあ、来年だったりこれから先レギュラーに、ね、なれるかなれないかっていうのも出てくるから、まあ、そこはしっかりねケアは長距離で、実は長距離ではないというか、強い打球セカンドの横を抜けます。糸原は2塁マーカーでストップ。強い打球低いゴロを放った糸井です。のピッチャーですから、そういうピッチャーも少ないですからね。1球目を選びます。満塁、タイガースも満塁のチャンスを。センターへクリーンヒット。三塁ランナー糸原は重い。糸井も帰ってきて同点。どちらも5番バッターの2点タイムリー、2対21回の裏タイガース追いつきました。変化球センターの右、打球が伸びました。大島が取ってツーアウトランナー二塁一塁です。うまく拾ったんですけどね、はい、ちょっと飛びすぎましたね。そうなんですよね、うん、まあいいか。ピッチャー返し、体に当たった、ショート一塁に送ってスリーアウト。清水の体に当たりましたが大丈夫でしょうか。低めを選びます。フォアボール。2回の裏タイガースの先頭打者の8番上がりました。ピッチャー前、2塁を放ったぞ。2塁はアウト。送りバントは失敗。ちょっとスライドで、まあ、そこら辺がでもすごいなと思いますよね。ショート2塁送ってフォースアウト、1塁はセーフです。まあ、ランナーが入れ替わりました、うん、でも最悪これですよね、はい。まあ、こうなれば近本がランナー残った方が相手にはプレッシャーをかけられます。はい、スライドに強い分ね、やっぱしっかりボール握らなかったら、ショートゴロ前に取って強打、一塁に送りました。盗塁は決まりましたが、ショートゴロ糸原。2回の裏タイガースは無得点、2回終了3対2です。面白いですね。そうですね。はい。三振です。ワンアウトランナーはありません。まあ、この前ね、アキラ投手が勝ったんですけどね、はい、もうファームではね、本当によく投げてボールが速くてね、はい、いやあの時はもうすごいなと思ったんですけど、それが不調になるのはもう考えられなかったですもんね。サードゴロで2アウトです。ヒットスライド三振で3アウト。クリーンナップを3人で抑えました。清水、序盤の3回終わりました。3対2とドラゴンズがリードです。形を作って攻めていきたいと話しています。はい、右方向1塁間、梅野が出ました。そのランナーが出ました。ノーアウトランナー1塁です。インサイド抜けました。フォアボールです。ノーアウトランナー二塁一塁、ランナーが溜まりました。平野さん、はい、桐山さん、阿波野ピッチングコーチなんですが、はい、今日のここまでの清水について、初先発と二塁一塁、
球取った逆シングル平田ファインプレースーパープレーが出ました。いやー右中間抜けるかというあたりでしたが平田スーパープレーですね。けどこれ微妙なところが、はい、梅野選手がノーアウトなんですよね、だからこれ難しいんですけど、抜ければあそこ抜けたら梅野選手絶対帰ってこれると思うんで、だからあそこはね梅野選手タッチアップ、スリーバント失敗です。ツーアウトランナー二塁一塁と変わりました。ノーアウト二塁一塁はツーアウト二塁一塁センター近本。さあここでね近本選手が返す、はい、高く上がったセンターへの大きな打球ですがフェンスの手前大島惜しいですね、2人のランナー結局残塁です。4回の裏タイガースチャンスを逃しました。4ケースに投げ切らしてしまうと、はい、2人で行けちゃうんでね。ファーストの横先頭打者糸原出ます。この回はもう是が非でも、はい、1点でもいいんでね。ライトへ平田が取ります。ワンアウトランナー一塁と変わりました。サード大山インサイド詰まりました。ショートゴロ二塁送ってフォースアウト一塁送って一塁はセーフです。ツーアウトランナー一塁レフト福留今のはシュート気味に来てますよね、はい。あの球はシュートさせてるんですかね。ナチュラルでシュートしてるのかな。振りますからここはまっすぐ投げてきたらシャープですよ。来ましたがセンターライナーチャンスやったんですけどね。5回の裏タイガース無得点5回終わりました。5対2です。三振一発出ればというところで見送り三振に終わった大山5対2ドラゴンズようやくカード勝ち越し6カードぶりの勝ち越しとなりました。そして清水は2年目プロ初先発初勝利、まあ、嬉しいでしょう ねこれはね。しかも甲子園です、はい、やっぱ甲子園なんか持ってるんでしょうねということですね、はい。あウィニングボールをもらいました。ドラゴンズにとっては本当に高校息子が出現したというところでしょう、うん。逆にタイガースはこう攻めきれませんでしたね。そうですね、まあ、チャンスは何回かありましたからね、はい。あと1本が出なかったという試合ですし、はい、まあそれよりはやっぱり中日の守備力ですかね。はい、いや本当そうですね。そうですね。今日はもう守り勝ちです。